では、夏休み高知県までレッツ、はい、ゴー、オッケー、ゴー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 、怖かった。ゆっくり行こうね、ゆっくり行こうね、ゆっくり行こうね。しかもさ、そのレブルあれらしいで、なんかスピードを固定できるらしいで、車みたいに、あ、高速の。すごいな。そうよ、高速のやつね。ほんまに車と一緒や。やけど、その機能を持て余してね、絶対使わへんと思うから。なるほど。DTC 入ってるね。入ってまーす。これも入ってまーす。それでは、高知旅へ、レッツゴー。はい。レッツゴー。50キロ出てる。あ、けど後ろ姿めちゃめちゃかっこいいよ。もうそろそろですよ。出ました、明石家海峡橋出たぞ。あ、火出てないかな、大丈夫か。めっちゃ海の匂いする。いやー、すごない、海や。あれ、意外とまだ大丈夫、風。よかったよかった。あー、海だー、海やすごい。あー、でも風来たよ。これでもマシな方やで。やだやだ、怖い。何？怖い。ああ。なんか飛ばされたらもうこれ死ぬしかないじゃん。そうやな。着きました。はい、淡路牛の卵とじ。しっかりどうするんですか。マジで大型取っといて。あ。ああ昼寝中激殺、足マッサージさせられてました。明石海峡大橋と嫁、チェックインしました。今回の部屋はどんなお部屋なんでしたか。オープン。なんか可愛らしい、黒、なんか変わった部屋やな。うん、黒、その口に数字で一言で聞きたいなと思います。どうでしたか、高知までの運転は。非常に疲れました。非常に疲れたよね。ここは君声出てなかったよね。しかも最後の最後でさ、電話切れたよ。ああ、通信な、インカムな。うん、焦ったよね、消しゴムみたいな。まあ後半無言やったけどね、みんな疲れてて。そしてですね、ようやくなんで来てもらったかというと、カツオ龍馬に行きたいんですよ。カツオ龍馬というか、魚俺が行ってみなかったら君に食わしたくて連れてきました。今日行きましょう。お、1個10個ちょっといい、銀シャリで、釜飯でもいいやろ。ひつまぶしとかもあるから、これはこれでうまいと思うよ。その子ちゃん、ひつまぶしが頼もうか。しかも、四万十さんのうなぎやろ。でも、三個じゃなくて、ひつまぶしと銀シャリな。そうだ。あとは甘いのが天ぷらもあるよ。しかも、これ今日のおすすめ。どうしよう、困りませんな。コストロタク頼もうかな。はい、それお願いします。どうぞ、お願いします。こちらは、後ほどでよろしいでしょうか。はい、はい、はい、じゃあ、こちらも決まります。お疲れ。こちらは、タイとグリとシマアジとサーモンとイカとなっております。はい、で、これを、この食感を待ってた。だろ、マジさっきまで生きてたぐらいやろ。これ白飯だと何もなく、そのためにいっぱい食いたい。わかるやろ、これやばいよ。うわ、待ってます。
食べない。あ、全然食べてくれていいですよ。うわ、つやってるわ。すげえな。もらい。うん、砂糖。めっちゃいいね。そや、ひつまぶしです。どうぞ。よくこれ見なさい、これ見てください。ほら、はい、カレーの量をお好みをかけてよくかき混ぜてから食べてください。たくんが料理してる。うまかった。美味しい。美味しさもどう見ても。ではラーメンをオープンいきます。オープン。これなんよ。めっちゃいいですね。うまいぞ。うどんみたいですよね。確かに。これは太い。はい、ということで行ってきたんですけど、梅さんどうでしたか？めちゃくちゃ美味しかった。よかったな、うん、うまいよ、めっちゃめっちゃうまい。ぜひね、高知来た際は行ってみてください。もうめちゃくちゃうまいんで。あ、タクシーカーさんで危ないですよ。あ、はいはい、ということでホテル帰りましょう。おはようございます。2日目の朝ということでね、やっていきたいなと思うんですけども、残念なお知らせです。嫁堂さんがもう完全に、筋肉痛ということでね、筋肉痛ですよね。全身バキバキ、全身バキバキということでね、早くこっから船乗って帰りたいって、いやダメですよと、あのバイクに乗って帰ってくださいねって話をしてるんですけども、そんなことで今からちょっと下で、ね、弟と合流したいなと思います。15分も入らない。じゃあチャンネルのあれちゃうで。いや、入らない。大将、こちら到着しました。僕らが付き合ってすぐぐらいに来たところですよね。はい、目の前ちょっと恥ずかしいな。あ、音通るから恥ずかしい。恥ずかしいよ、そりゃ。食べたよね。食べたね。美味しかったよね。美味しかったね。今日は何人頼んだんですか？私は寿司御膳を頼みました。やっぱり寿司なんですね。はい、僕は、天ぷらを頼みましたので楽しみにしたいなと思います。おー、うん、面白い。いいよ、取れてる取れてる。よかったな。何でしたかな。うまそう。いただきます。あ、トップなんかティッシュ落ちてるね。これなんだろう、誰のティッシュ。まあいいか、いただきます。あ、いいよいいよ、そんな取ってたらどんどん食べちゃうから。いいよいいよ、食べなきゃな。いや、疲れましたね。もうちょいしたら右折、右。は、はい、あの船の上みたいなやつ。そうそう、あれあれ。はははなるほど。ってことはオーシャンビューなんかな。結構いいやろな。これ帰り下るの怖いな。
すごいな、これバイクやから普通登れてるけど、チャリンコやったら今度は登られへんで。チャリンコで来るかな。あー、これ怖いな。怖くない怖くない。急やね。急だよこれ。だいぶこんなホテル聞いてない。ちょいと一旦この辺止めて聞いてくるわ。なんということでしょう。このホテルからオーシャンビュー。あ、開けてください。うわー、クロコスタイル、いいですね。開けれたかな。うん、開けれたよ。あ、めっちゃいいじゃん。到着しました。本日のご飯どころ一時楼。ドゥドゥン。赤パーツです。はい、おはようございます。最終日の朝ということで、素晴らしい景色でお聞きさせていただきました。こちらズドーンということでね、見ていただきましょう。僕ら普段ねこんなホテル泊まらないんでね、いつもビジネスホテルやからビルばっかりなんですけども、こんな素晴らしい景色に泊まらせていただきました。本当ありがとうございます。この後はですね、朝のね、モーニングにでも行きたいなと思いますので、モーニング行って最後エンディング撮りたいなと思います。今日も元気に行きましょう。はい。この今回で一番記憶に残ってるのは何やった、この3日間で。龍馬。せやな、龍馬やな。あ、龍馬か。あと疲れちゃったよね、さすがに。疲れたよね。結局3日間で700キロぐらい走ってるから。すげえな。すごい、北海道一周できたんじゃない。でも北海道やったら3日間やったら千何百キロ走んねん。もう留守までいいか、君は。うん、あそこら辺かな、さっきの葉っぱ屋さん。あ、多分そうやわ。まあまた夏休みがあればやりましょう。はい。では今こっそり動画撮ってたんで、これで一応締めときます。あ、そうなんですね。はい、ということで、2泊3日の夏休み旅行ということでした。はい、ではありがとうございました。はい、残りはい、虫が手に当たりました。なんて、虫が手に当たった。そらそんな時もあるやろ。